北海道西郡の一西郡は、北海道檜山振興局の郡、人口3454人、面積 162.59km 平方メートル、人口密度21.2人、軽平方メートル、一家の一町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記一町に、二見郡や雲町の一部を加えた区域にあたる。 アイヌ語に由来するとした説もあるが、山田秀造は、軍内に、それらしい、アイヌ語地名がないことに加え、松浦武四郎による、軍名県議書に、乙部より熊井氏、これを,西西を、西在八家村と、猿公西郷里にいたし置けソウルに、アリ港とあることから、和名の、西の字を飾って、西としたと推察している。和人が定着し始めたのは、 室町時代の柿津年間まで遡ると言われ、後に、越後、佐渡、能登方面から移住者が増える。江戸時代の西軍行きは、和人地となっており、北前船も熊井市に寄港していた。また、江戸時代の陸上交通は、南の檜山郡方面から、北の尻辺市や石狩りを経て、手塩の増池方面に至る道が通じていた。遠方五年越山を命ぜられた、柏岩王将が、 門ドマサーンを開く。元禄四年には、熊石番所が設けられ、後に、和人地が、尻辺四国に拡大されるまで、江戸地との往来を取り締まった。京法六年五月宝蔵寺境内に、三海漁漁群れもえげすケチ縁ため菩提なりという供養費が、混流される。官方元年七月十九日の午前五時頃、正木方面から熊石にかけて、 大島大島の噴火に伴う推定箱を約10メートルの大津楼が押し寄せ、藍沼泊川地区の死亡者だけで110名に達し、推定では住民の3分の1程度が死亡するという壊滅的な大打撃を与えた。この津波の被害を記載した藍沼無料寺過去町は現在、漢方津波の石踏みも混流された熊井市の無料寺が所管している。天明年間の乙部は、 西の戦国場所として発展。天明、天保の飢金時には、南部、青森、秋田方面から移住者が増加した。西軍は当初、正木藩領とされていたが、江戸時代後期の文化4年、西軍行きを含む、都東国域が天領とされた。文政4年一旦、正木藩領となったが、安政2年、乙部村伊北は再び天領とされ、津軽藩が警護を行った。 文久元年を粒に、大火発生、174度の人火と寺社殿を消失。源氏元年に、松前忠弘が、老中になると、乙部から熊井市まで八家村が、正木藩に戻された。幕末、熊井市で見、死温泉が見つかる。函館戦争の際は、乙部に新政府軍1500名が上陸している。母親戦争終結直後の1869年。 大法律領の国軍里政を踏襲して、西軍が置かれた。北海道1.29町村制止工事の西軍の町村。ありがとうございます。